皆さんこんにちは。いつも見てくれてありがとうございます。投稿が遅れたけどまだ失踪しないからね。今回からあの人を登場させようとしたんですが、理由があってやめました。おい、字幕、空気を読め。というわけで、次回かそのまた次回から登場させると思います。じゃあ実況に移りますか。皆さん、ゆっくり見ていってね。いきなりネザーから始めます。ここは前作った近道だよ。今回の目的は、廃校を探して、廃校の中にあるチェストから、スイカの種を手に入れて、スイカバーや、回復のポーションを作ります。例のゾンビ経験値トラップの処理のためと、エンダードラゴンと戦うために必要なんだよね。この前探した時ジャングルはなかったけど、廃校は探してないからね。探しに行く前に、遠くに行っても、戻ってこれるように、塔を建てとこうね。久しぶりにフルパワー建築するぞ。さすがだね、一瞬だ。じゃあ早速廃校を探すよ。ここで、視聴者さんに質問です。今までの動画で、ゆっくりに字幕をつけてませんでしたが、つけた方がいいですかね。あと、今回からゆっくりの顔を出してるんですけど、邪魔だったり目障りじゃないですかね。なので、この二つについて、動画にコメントか、ツイッターで伝えてくれると嬉しいです。ツイッターは動画の説明欄に URL があります。また、ツイッターのユーザー検索で、コイティカッコカリ、と調べてくれれば、こんなやつが出ますのでよろしくお願いします。他にも何でもコメントしてくれると嬉しいです。じゃあ、実況に移ろう。と思ったら行き止まりじゃないかやーだー。こんな洞窟にいられるか、私は地上に戻らせてもらう。じゃあ、次は、あっちの洞窟に行きますか。廃校って、今までプレイしてきた感覚で洞窟とか渓谷と繋がってるような感じなんだよ。だから、ひたすら洞窟を探検していくよ。おい、明るいじゃないか。で、床の緑色とかの視覚でわかると思いますが、スポーンチェッカーを入れました。とても便利だよね。説明は別にいいよね。は。その後、ウプ主の廃校探しは半日にも及ぶ大掛かりなものとなった。結果、見つからねえ。ウプ主心が折れて、帰宅を決意。またまたモッドを入れます。いいよね。成功してるかな？あった、あった。じゃあ、まずクリエイティブで説明するね。このモッドは家を一瞬で作れるモッドだよ。今で出るブロックをクラフトして設置、右クリックすると一瞬で家が生成されるよ。そい？オフ、想像以上の大きさ。で、畑にある、スイカをもらっちゃうよ。これでいいよね。でも、この家木材7個からできてるんだ。チートだよね。だから、スイカ以外には使わないということで許してください。ちょっと他のやってみたいな。そい？上に行った？ちょ、切れてる。治った。気球みたいだね。家といい感じだ。他に何かないかな？マジックメガタワー？やってみたい。そい。あれ？まさか、フリーズ？ちょっと動いてくれよ。動け！今動かなきゃ、今やらなきゃ、みんな死んじゃうんだ！もうそんなの嫌なんだよ！だから、動いてよ！おお、思いが届いたのか。てか、てか。特
ところどころ読み込み中だけど。おお、治ったね。中身は空っぽだね。それにしても、これも、たったちょっとの資材でできるとか、怖すぎる。まだ、続くのか。なんか、バトルフィールドの、上海のステージのビルみたいだね。ただ、内装がないのが残念だね。すごい高いとこまで、伸びてるね。じゃあ、サバイバルに戻りますか。最初に使った家のブロックを作るよ。たったこれだけであの家ができちゃうんだよね。あの大きさとなると、この近くには建てづらいよね。だから、近道の出口に置こうね、カット。どのあたりに置こうかな。あんまり、平らなとこがないね。ここでいいかな。よし。立派な家が建ったじゃないか。ちょっと池と干渉しちゃったね。そんじゃ、スイカをいただきましょう。よしよし。帰りましょう。あう。あぶねえ。警告とかだったら死んでた。あ、またメリメリしてるよ。これ、なんなんだろうね。メリ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 。もっと入れてるからかな？まあ、特に問題もないからいいけど。回収。やっぱ、置いとくか。あ、待って待って。じゃあ、ポーションを早速作ろうねー。まず。ガラス瓶作りーの。水組みーの。もう、奇妙なポーションが入ってたーの。きらめくスイカ作りーの。スイカぶち込みーの。ウルトラ上手に焼けました。そんで、火薬ぶち込みーの。自作したなり。早速、試してみようか。自分自身に、弓を、シュー。あふん？おお、結構、回復するんだね。じゃあ、ゾンビさんにこれをプレゼントして、終わろうね。重いな。倍速します。ゾンビの声かわいいな。つぶつぶいっぱい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録めっちゃ喜びます。また、動画、Twitter に何でもコメントください。よろしくお願いします。